Hey baby, this is what you have to do to make me love you too. You gotta dance with me in red. Dance with me in red. Rock with me in red. Talk to me in red. Dance with me in red. やっぱり高円寺といえば毎月ブルサブッチャーでライブやってるんですけど、まあ宇都宮さんゲストに入ってもらった時も、でまあいつもね気になっててこのお店は実はで、行きたいなと思ってて、はい、けど休みだったり、まあ、そうそう、なかなかで、それで何回か宇都宮さんとここに来たんですよね。はい、京屋さんです。京屋さんです。ピース、はい、あの私の大先輩っていうことにはならないちょっと先輩です。今ステーキ焼いてはります。いや、僕もステーキはもうやっぱり好きでいろんなところ行くんですけど、ここのお肉はなんかやっぱちょっと違ってて、っていうのがリブアイロールですよね。リブアイロールステーキっていうのが売りなんです。 What is リブアイロールって何ですか？そういう部位。あ、部位ですね。はい、そういう部位です。なんかちょっとこう赤身っぽいんですけど、パサついた感じじゃなく、こうね、ちょうどいい感じの赤身っていうか、ちょうどいい感じですよ。すごい、だからうわ、肉食ったって感じになるんですよね。はい、すごくそうです、うん、こじんまりしとしたお店なのでね。そうですね、ここカウンター席ですから、うん、本当に、うん、たまに怖い人いはりますけど、いるよね、たまにね。たまに怖い大丈夫ですよ、一人でも入れます。はい、一人でも入れます。もちろん、このご時世ですから、お電話されるといいと思います。ですね、先に。はいはい、お酒もちょろっと飲めますが、肉です。じゃあ奥に行こう。はい、奥。のっけだ、のっけ。なんかのっけでかくない？今日のっけ、隣に回して。はい、わかりました。これですよ。これがのっけです。のっけ、乗っかってるから。乗っかってるんです、米が。なんかあ、芋が焼かれてる。焼かれてるよ。焼かれてる。これ、のっけって宇都宮さん言い出したんですか？ No。 ね。のお嬢さんが言い出しました。お店の方が。はい。このお店のお嬢さん。お店のお嬢さんが。どこのお店ですか？ここのお店です。この近所なんですけど。あ、マスクのね。はい。いろいろ面白いものを売っていますから。雑貨屋さんの友達です。はいはいはい。ややシャイですけど。はい。これ今日3人ともこれやってます。ね、あなた逆やって、逆。アピール。そう。じゃあ食べます。いただきます。ね、京屋さんもやってるし。いいですよ。じゃあいただきます。じゃあ私取ります。これは大根おろしね。いや。大根おろし。ガーリック。いや。そして、yeah. フライドガーリック、バター、ここからバターライスになる。あ、バターが今やってる。テンテテンテンテン、フライド、はい、どうぞ。私、先、ギュッギュッ。私やってください、どうぞ。私宇都宮スタイル、ちょっとやってください。おー、フライド行った。フライド行きました。フライド行きましたよ。行きますよ。3つですか？はい、じゃあはい、行きました。で、最初は、私最初このままですね。はい。3つ行くんですね。うん、3つ毎回どっちでもいいんですけど。ほんで、混ぜる。混ぜた。とりあえずここね、ちょちょ。ほんで、うまい。カメラはこっちですから。うまい。東京は大阪に比べたら安全だなっていうのは思いました。はい。またちょっと違うんですよね。ね、うん。エッグの周りすごかったもんね。うん、エッグのプランクね。みんなが暴れてるところを石田治と有山淳二さんと藤井優が横のスタジオで見てたらしいです。時代ですね。はい。本当？1キロ食べる人いるんだよね。これ地獄市の常連がねいるんですよ。そうだ。1キロ食べはるね。1キロ食べる。あのお兄さんね。すごい。お店は何時まででしたっけ？
11時ラストだ。12時。じゃあ16時ライブ見て来れますよ、ここにね。で予約してもらった方がいいと思います。このご時世ですか。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すいません。食っちゃったわ。美味しい。京屋さんです。京屋さん。ステーキ京屋です。ライジングサンのタオル。タオルやってたね。キンキンっていうおもろいお嬢さん、はい、の絵です。美味しいです。この店の2周年の時に。みちろくんにもらった。そう、これはみちろ。遠藤みちろさん。遠藤みちろ大先生。けどこれは牛です。猫じゃないです。牛です。もうだからね、これね。です。